配信開始。こんばんは。こんばんは。いけてるかな。ちょっと初めての試みで。こんばんは。こんばんは。聞こえてるかな。ちょっと待って。音声と、あ、音声と、いけてるかな。こんばんは。いけてるかな。ちょっと初めての試みで、いけてるかどうか不安なんですけども、やってみたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと待ってね。よいしょ、いけてるかな。 BGM ちょい下げで。あ、はい、了解です。これかな。こんな感じでどうでしょう。変わった。初めて今日やるスタイルなんでちょっと不安ばっかりなんですけど、あ、こんばんは。こんばんは。めっちゃ来てる。あ、ハッピーラさん、こんばんは。あ、そうですよ、めっちゃ待機してくれてるやん。ありがとうございます。よいしょ。あ、最初からじゃあ、あのペコポコボさん、こんばんは。あ、結婚記念日おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って。BGM と、音声の方は大丈夫でしょうか。ちょっと大きいかもね。ちょっと大きい BGM 大丈夫かな。そんな気がするけど、先ほどあのポンザボさんから BGM ちょい下げてっていうことでやってみたんですけど、ね、いかがでしょうか。よいしょ。初めてのスタイルなんです。実はあのライブ配信お散歩ライブはもう毎回やってるんやけども、うん、このあの OBS を使った配信って、ゲーム配信はやってたんですけども、このスライドを使ってやるっていうのは初めてで、聞けてるかな。あ、聞こえてます。ありがとうございます。あ、じゃあ行きます。ありがとうございます。よろしくお願いします。結婚記念日おめでとうございます。はい、ペコポコママちゃん、ありがとうございます。こんな感じなんか。今日つぶあんさんと、つぶあんさんとこうやって横並びでやるの初めてか。よく考えたら、ね、あのライブ配信、縦型のライブ配信はね、うんうん、今までやったことあるんやけど、うんうん、あのパイツムさんの、ね、あのスタイルやりたくて今日やってみました、うん。はい。トックスさん、こんばんは。結婚記念日おめでとうございます。ありがとうございま す, ういます。そうそう、今日ね4月の29日は、はい、私たちの何回目、24回目。はい、24回目の結婚記念日です。さあ、まだ覚えてるよね、24年前のさ、この時間帯何してたのとかさ。あー、確かにね。9時45でしょ。はい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 。あ、まあ潰れてたよね。あ、潰れてた潰れてたって言わないで。2時間3時間よ。あ、ちょっと待って、これを、うん、画像を映像キャプチャーデバイス、あれ、なんか難しいことをしてるんだね。そう、もう一個ね、映像を使いたかったんだけど、よいしょ。あ、よいしょ、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ、いろいろあるな。よいしょ、これでどうだ。今日ちょっと、そう、今日まるちゃんがいないあ、そうそう、今日まるちゃんがいないから、あのまるちゃんの代わりに、これね、これちょっと今日まるちゃんいないんで、どうしようかなと思って苦肉の策で、まるちゃん連れてきました。よし、これ、あ、足がない。え、怖っ。足、ちょっと待って。あ、これちょっと待って。よいしょ。さあ、皆さんありがとうございます。はい、今日ちょっとまるちゃんがお家でお留守番しているので、うん、こちらね、ちょっとまるちゃんに見立てて、やっていきたいと思いますよろしくお願いします。はい、こんばんは。あ、ゼンマイさん、こんばんは。こんばんは。福神で正座して餃子で、あの福神ってあの中華料理屋さんで、うん、そう、あの日高屋みたいな感じで、はいはいはい、餃子待機、餃子待機、関東にもあるの。関東にある、新宿とかにもね、普通にあるあります、ね、駅前に結構あるね。福神ありがとうございます。ポンザブさん、つぶあんさんをナンパした時の再現があると聞いておりますあのこれはね、ちょっと酔っ払った勢いでやりましょう。ちょっとね、今あのお水飲んでおります
あ、みーじょくさんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは。はい、結婚記念日おめでとうございます、はい、お二人ともいい感じに出来上がっていますか、うん、はい、どうですか。出来上がってるね。出来上がってるね。つばさん結構出来上がっています。うぐいさんこんばんは。ナンパ話聞きたい。これちょっと待って、そんなに言ったっけな俺。そんなに言ったかな。いやなんかさ、ナンパっていうのが珍しいんじゃないの。あ、そういうこと。どうなんやろ、みんなどうやって出会って、なんかその付き合ってるんやろ、うん、ねえ、ちょっとじゃあその話、30年前の話だね。うん、はい、じゃあ後ほど深掘りしていきたいと思います、ね。BGM ちょい下げしました。みじこさん聞こえてます、ありがとうございます。あ、ララさんこんばんは、ありがとうございます。ゼンマシさん、明日使えるナンパ術ペンとか見ました。福神で餃子と、うん、餃子食べながら待機して、うん、ペンと紙を用意するゼンマシさんね。あ、サッシャさんこんばんは、結婚記念日おめでとうございます。ありがとうございます。ペコポコさん、くどき文句とプロポーズの言葉が聞けるライブはこちらですか。はい、後ほど行きたいと思います。あ、ちょっとめっちゃコメントが流れてきた、早い。どこまで行ったっけ。B、 ここまで今言った、プロポーズと、うん、あ、ここね、はい、ペコポコさんこちらですか。はい、こちらです。ハッピーラーさん、結婚記念日おめでとうございます。ありがとうございます。ポンゾロさん、音 OK。徳さん、初の試み。そう、このね、スタイル初の試みなんですよ。スライドでやるやつね。うん、BGM も、あ、もうちょい下げ気味。ちょっと待ってくださいね。やっぱりちょっと大きいよね。BGM ってどれだっけ、これかな、こんなもんでどうでしょうか。いや、変わってないと思う。これ、こんな感じかな。難しいね。もうちょっと下げれる？全然変わってない。いや、ちょっとだいぶ下げた、今。いや、でも変わってないと思う。あ、ね、ごめん、今。うちのパソコンの音量じゃなくて OBS の、 あのインジケーターを下げたっていうのね。はい、あ、糸ちゃんさんこんばんは、ありがとうございます。楽しみにしてました、ありがとうございます。うわ、めっちゃ来てくれてる。すがちゃんこんばんは。ラブライブ会場はこちらですか。ラブライブ会場、ラブライブって、なんだっけ、あのアニメのキャラクターじゃないの。それニコ生超会議とかじゃなくて、はい、こちらは今日はウェスティン横浜からお届けしています。あれ、ラブラブ会はこちらですか。めっちゃいじられてる。ラブラブ会場、はい、ラブラブ会場はこちらです。田舎のすかちゃん、ドゥース。ありがとうございます。ポンザブ、もっと泥酔で来るのかと思ったら、いやいやいや、さすがにね、さすがに今日はね、日中結構でもダラダラ飲んでるね。あ、そうね、あ、4時ぐらいから。そうだらだら、そう、あの松名さんからね、あの釘を刺された。なんて DM で。あ、そうなの。泥酔、泥酔あかんよ、泥酔あかんと。はい、ありがとうございます。あ、ケイオさんこんばんは、結婚記念日おめでとうございます。ウェスティン横浜、あ、そうです、ウェスティン横浜です。ちょっとこの後ね、いろいろ紹介していきたいと思います、はい。写真の準備間に合いましたか。間に合いませんでした。はい、はい、後ほど紹介したいと思います。数年分やね。ペコポコさん、ラウンジ乾杯なのですか。あ、ラウンジは終わりましたね。はい、終わって今お部屋戻ってきました。ラウンさんありがとうございます。マルちゃんお留守番、お二人はどちらに。初ウェスティンかな。初ウェスティンで す。はい、今日はマルちゃんはね、娘のイトちゃんがね、面倒見てくれてますね。そうそう、面倒見てくれてます。はい、こんばんは。あ、ロクロクさんこんばんは。こんばんは。結婚記念日おめでとうございます。ありがとうございます。今日ね、ガチで、あの4月29日は私たちの結婚記念日で、24年前ね、懐かしいね。うん、ペコペコさん、つぶあんさんからヘチカンさんに惹かれた、好きなところはどこですか。はあ、はあ、はあ、結婚のね、決めたね、うん、あの理由とかあるんだよね。私、あのさ、ポンザブさんさ言ってたやん、うん、あのこの間、うん、あの奥さんが、うん、なんだっけ、あのポンザブさんがさ、うん、漏らしちゃってさ、うん、それをさ奥さんが洗ってくれて、なんかさ、なんかこう全然軽い感じでさ、うん、はいはいはい、なんかその時に結婚意識したとか言ってたじゃん、うんうん、なんかそういう人って結婚意識するタイミングっていうか、なんか出来事あるんかな。あ、じゃあそのペコポコさんが、私もめっちゃある、うん、あ、めっちゃある。じゃあそれは後ほど深掘りいたしましょう、はい。
あ、大成さんこんばんは、ありがとうございます。やっとリアタイ来ていただいてありがとうございます。サッシャンさん、 お部屋見た、あ、この後ね、実はやっていくんですよ。じゃあちょっとね、今日スライド作りましたので、紹介していきます。ちょっと待ってくださいね。 OBS の設定、よいしょ。ちょっと初めての試みなんで、今日はだから今からこのまどちゃんのスライドをちょっと見て、あ、そうですそうです、でお部屋をツアーして、ちょちょちょ、っていうこと、この大きさですって。あ、なるほど。はい、じゃあ行きます。じゃあ、はい、これみんな見えてますか？ちゃんと作る。今日のアジェンダ待って、じゃあルームツアーが先やん。あ、そうそうそう、今日そうなんですよ。そうなんや、ほんのやん。そうそうそう、これちょっと見えてます、ね、1番から4番までアジェンダ作ってみたんですけど、めっちゃ頑張ったよ今日ねー、なんかずっとやってた、朝からアジェンダ見えてますでしょうか。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。これあっちもこっちも見ないかんから忙しいな。あ、漏らしたな、バラさん。いや、自分で言ったんやん。ポンザムさんのエピソード聞くと、心に決めるタイミングは人それぞれなんだ。そう、確かに、ね、人それぞれやね。はい、ということで、スライドいきたいと思います。見えてるかな、よいしょ。あ、見えてるよ、サツナさん、ありがとうございます。さすが。じゃあ行こう。はい、じゃあ行きます。続いて、はい、じゃあこちらルームツアーです。これね、今回、なんだっけ、そう、溜まってたポイントで泊まりたいと思って、当初3万9000ポイントで予約したんですけれども、その1週、違うな、2週間後ぐらいに、その交換ポイントの金額が下がっているっていうことが分かって、3万2000ポイントで行けますよっていう情報がありました。でそれでね、なんだっけ、もう一回ログインし直して、更新したら、なんと3万2000ポイントで泊まることができました。で、予約した後でいろいろとお電話して、実はこういう日なんですよとか、でいろいろこういうことをしてくださいっていうお話ししたところ、今回はなんだっけ、エグゼクティブスイート、そう、エグゼクティブスイートにランクアップしていただくことができました。むちゃくちゃ広いね。嬉しかったね。はい、これは私たちの寝室でございます。はい、はい、で続いて、よいしょ、こちら、よいしょ。でね、これはウェルカムギフトカード、こちらなんですけれども、ウェルカムギフトカードとタオルをクマちゃんの形に折ったね、こちらのホテルからの、プレゼント、ね、そう、プレゼントでした、でこちらがお花ね、ヘチカンさんからね、サプライズプレゼントね。あ、そうですそうです。私の方から、あ、これなんか、あ、そうかそうか、スライドがずれてるのか。お花を用意してくださいってお話をホテルにしておいて、こちらホテルの方で用意していただきました、そう、つぶあんさんはひまわりが好きなんで、中にひまわりを用意しておいてくださいっていうお願いをしておいたところ、こんな感じで仕立ててくれました、ありがとう。はい、ということで、続いて、あ、ちょっと待って、見えるよ、 KO さん、あ、ちょっと待って、これ、ね、コメントが同時に読めない。よいしょ。あ、KO さん、1回漏らしてみ。あかんやん、1回漏らしたら大惨事や。何回泊まると3万9000ポイントになるの。これはなんだっけ、アメックスのカードをね、利用して、貯めました。ポンザブさん、それで別れたら責任取ってください。そうね、それは責任取ってもらいましょう。まあ、1回チャレンジ、ケイオさんチャレンジしてみるか。はい、ポンザブさん、ダメ。ゼマさん、素敵。なんて読むのこれ。狂言。大きくしないと読めないね。読めないね。安い、花束のプレゼント素敵、あ、そうそう、こちらね、本当ひまわりのくだりはね、ちょっとあるんですよね、昔。そう。ちょっとそのくだりを。出ていいの？そうなんだよね、付き合っている時にね、
ひまわりが一番好きって話をしてて、それだから私が一人暮らしをしてたから、それがしてて、でなんか家の鍵をヘチカンさんには渡してたんだよね。でも自由に出入りできるようになってて、ある時にね、家帰ったらね、なんか玄関を開けたら、その廊下に一輪挿しにひまわりが一輪ポンって入れてね、飾ってあったんだよね。いや、それ真冬だったんだよね。あ、そう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 。そうだから、どうやって手に入れたの、俺。なんか知り合いのお花屋さんに何とかしてくれって頼んで。あれ、なんか記念日ってわけでもなかったと思うんやけどね。あ、そう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 。なんかちょっとそういうところはね、うん、やらしいな。あざといです。あざとい系です。ヘチカンさん完璧。ヘチカンさん。あ、ちょっと待って、素敵すぎ、すがちゃん素敵すぎる、ペコポコさんサプライズ、サイアンドコヒューヒュー、ありがとう、サイアンドコ、サイアンドコ、素敵すぎる、テレ、すがちゃん、ヘチカンさん完璧、ヘチカンさんがつぶあんさんを選んだエピソードお願いします。おー、そうね、それ聞きたいね。はいはいはい。うじこさん、こんばんは、結婚記念日おめでとうございます、ありがとうございます。ラルさん、ヘチカンさん、意外にロマンティスト素敵やんシャレたサプライズはい、ということでこちらね、花束を用意していただきました。こんな感じでね、ベッドの上に、ホテル側からの、はい、プレゼントと花束を置いていただきました。ちゃんとホテルもね、その花束どこに用意しますかとか、どのタイミングで用意しますかとか、ちゃんと細かく聞いてくれて、じゃ あ, ベッドの上にこのクマちゃんと一緒に置く感じでお願いします。恥ずかしいな恥ずかしい、そうなのそうそうそう、そうなんだ。そういうやり取りをね、なんかコンシェルジュの方とね、はい、やらせていただきました。でこちらのリビングの様子でございます、うん、スタイリッシュだよね、うん、なんか謎にね、この金色のテーブルがなんかね、ギラッギラしてるけど、うん、なんかこの部屋に置いてあるとそんなに変じゃないっていうか、そうそう、あんまりね、嫌味がなくて、一般家庭に置いてあったらこのテーブルは変やで、間違いなく。いやー、素晴らしいお部屋でございます、グレードアップありがとうございます、うん、はい、部屋の大きさは90平米ぐらいかな、なんかあるそうです。うん、はい、よいしょ、昔からあざとかったのか、そう。どうなん、30年前のあの出来事はあざとかった。あざとかったな。はい、あざとかったそうです。なんかあれよね、女子はそういうサプライズに弱いかも。うん、ああ、うん。あ、でもさ、これさ、嫌いな人からやられたら、ただのストーカーかな。あ、そっか。怖いよね。じゃあ、だからちゃんとしたそういう間違ってはなかった。間違えたらあかんけど、男の人はよかった、一応皆さんセーフだったそうです、うん、つぶあんさん男前だからって、あ、つぶあんさんがね、男前だからってことね、さつちゃんさんが、さつちゃんさん男ね、ぺこぽこさん、記念日でない日にお花はキュンですよね。そうなのよ、わかる、そう、世の中の男子わかるこれ恥ずかしいな。そうなんさ、そうさ、記念日だからじゃないところが大事なのさ、ね、だからその、不意打ちやん、女子からしたら。確かにそれ結構ね、大事かも、皆さん覚えといた方がいいかもね。うじこさん、素敵って、すがちゃんさん、眩しすぎてひまわりが見えませんありがとうございます、うぐいさん素敵、パチ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 、羽ばたいちゃいます、はい、はい、次行こっか。そうね、はい、これが、ダイニングテーブルから、うん、リビング越しに、今回ね、19階のお部屋でした、うん、ね、めちゃめちゃ広いこう、うん、ダイニングリビング、あ、ね、あとウェルカムドリンクとして、なんで横浜の、そう、横浜ビール、うん、クラフトビールをいただきました。美味しかったよね、これ。これ美味しかったね。クラフトビール結構癖が強くて、うん、うん、こんなんやったらスーパードライの方が美味しいじゃんみたいなの結構あったけど、うん、横浜ビールはなんかフルーティーでね、私は良かったの、うん、これ良かったです、なかなか。選べるギフトはなんか4つぐらいあったんだね、うん、横浜、あ、じゃじゃじゃ、ウェルカムドリンクか、1000ポイント1000ポイントプレゼントか、うん、プール無料で使えますよ、うん、か、あと何だっけ、あ、朝食か、あ、朝食ね、うん、朝食を、うん、違うレストランで食べれますよっていうのがあったんやけども、ね、うんうん、まあ、今回は、ビールをいただきました、はい、美味しかったです、はい、はい、
というわけでルームツアーやってみます。さあ、これ動画でやるってこと。そう、これ今からね、ライブでライブでやります。パソコン持ちながらやるの。そうパイツムスタイル。ちょっと待って。ややこしい。パイツムスタイルやりたいと思います。はい、なんだけど、よし、ちょっと待ってくださいね。よ、できるかな。そう、これ逆にもういらんのっちゃう。違う、これがカメラになってるんや。よいしょ。ああ、なるほど。じゃあこれを持ってやればいいの？あ、ちょっと待って。ああ、やばい。これいらんもん映るな。ああ、こうか。よいしょ。大丈夫そう。はい、というわけで、これ今ライブ、はい、ちょっと映り込み怖いな。なんかね。映り込み怖いな。ちょっと怖い。これ。それでは、なんか持てばいい？私そしたら。これ持ってもらおうか。パソコン持てばいい？これとこれを。はい。オッケー。ということで、ルームツアー行きたいと思います。これね。でもこれ消えてるよ。あ、出た。よし。はい、ちょっとね、ここ接続がなんか良くないから。はい。というわけでルームツアー行きたいと思います。あ、ちょっとここ、あ、これが接触が悪いね。はい。はい。というわけで、こちらが。ダイニングテーブルです。これさ、入り口もうちょっと手前よね。あ、そうちょっと難しいね。まず入って左手にトイレがあるんだよね。そう、こちら、こちら今ね、入り口ちょうど玄関から入ったところ。玄関ちゅわんか。うん、でこちらが、はい、おトイレ、お手洗いです。よいしょ。まあ普通にこういう感じね。お手洗いでございます。お手洗いです。で、これめっちゃドキドキすんな。映り込まないように気をつけない。そう、はい、でこういう感じで、これさ、あれだよね、入った瞬間、うん、このあ、そう、カーテンがね、カーテンがね、さーって開いたよね。わーって開くんですよ。それ1回しかならないんだよね。そうでこういう感じで、はい、リビングでございます。こちらが、バーカウンターです。はい、これね、ネスプレッソのコーヒーとか用意してあります。で、ここに水が用意してあるんですけれども、これね、水自体は無料なんですけど、この瓶を持って帰るとこう書いてあるんですけど、後ほど2500円の請求いたします。2500円、怖いし、気をつけてください。はい、というわけで、こちらが、はいはい、リビングでございます。はい、映ってるかな。映ってるよ、多分、ね、映り込まないように。あ、そうだね、はい、はい、こんな感じで、こんな感じです。テレビあります。はい、で、こういう感じでシャンデリアね。そうね、スタイリッシュね。はい、でこれがその問題の金色のテーブルよ。そう、金色のテーブルね。これなんかもう本当金色よ。ギラギラしてるんやけども、まあ、全然ね、まあ、こういうところに置かれると悪くない。でもこれ自分家やったらあかんと思う。自分家やったら無理やな。絶対あかん。なんかそのなんかおかしな人になっちゃう。はい、ということで、テレビの横が入り口になって、はい、入り口っていうか隣の部屋への。はい、ベッドルームでーす。じゃじゃーん。こちら今回ね、角部屋ね、角部屋でございます。多分ね、スイートルームはね、角部屋、そう窓になってるんだよね。電動カーテン、はい。閉まんのよね。こっちもね。はい、閉まりました。そう、これがね、入ってきた時にこのカーテンがズワーって開くっていうのが素敵な。そうだね。はい。で、こちらがベッドルームで、で続いて、ベッドルームにもテレビがあるんだよね。あ、そうです。ベッドルームにね、こっちにテレビついてます。こっちにね、はい。で、こちらに行くと、洗面所と、これもいっぱい。その前にこれほら、左手にクローゼットが。あ、そうです。ここにクローゼットがあって、はい、クローゼットがあります。電気が入ればつくかな。でね、こちらが洗面所でございます。パソコン重っ。水道の、洗面室です。はい、で、この、ここに、大丈夫かな？そこはない。このね、外が全部全面ガラスになってるからいいよね。ほんときっとタワマンはこんな感じなんやろな。はい、
い。はい。オーバーヘッドシャワー。そうだね。はい。で、トイレ。ドアを開くと自動で、はい、開くって、ね、はい、まあ、こんな感じかな、はい、こんな感じのルームツアーでございました。はい、昔あの、うん、カイツマさんが、うん、これはあのノートパソコンを、うん、ぶん回しながらやってたのを見て、うん、いつかやってみたいなと思ってまさに今やってるよ。よいしょよいしょ、はい、戻ってまいりました。はい、あ、大丈夫、はい、はい、お待たせしました、はい、ルームツアーでございました。はい、うん、あ、コメントは、うん、よいしょ、コメントが、コメントが、よいしょ、どれだっけ、ここを読んだくんじゃん、これかな、あれ、迷子になっちゃった、あ、これか、はい、はい、はいはいはい、すいません、お待たせしました。はい、ちょっと戻ろうか、うん、あ、ちょっと待って、これが、あ、まあいいか、これでいいか、うん、あ、あわあわしてるあわあわしてる、よいしょ、この時は出ないと思うよ、これね、はい、はい、ヘチカンさん、ジェントル、あ、ゼンマさん、ヘチカンさん、ジェントル、乙女心をくすらぐられますあ、人魚現れたサッシャンさん、素敵なお部屋、サッシャンさん、迷いなくクラフトビールチョイスねそう、アルコールね、うん、とりあえず、ポンザブさん、横浜ウェスティン、いいですね、めちゃめちゃいいです。ウジコさん、ポロリするか、ポロリ期待してる、パイズムスタイルなら顔出しですよこれはポロリ期待できそうですな洗面台の鏡注意、あ、みんな優しいな、ね、そろそろポロリ、ポロリワクワク嫌な予感よかった、うまくいってるね、多分ポロリしてないよね、いや、クローゼットあかんかったと思う、本当、はい、KO さん、 iPhone の箱の使い方、あ、そうそう、これ iPhone のね、あ、これね、うん、iPhone の箱に、そう、私旅行行くときこれ持ってるんですよ、よし、 iPhone の箱に、はい、犬たちを連れて行ってますポロリワクワク、嫌な予感、ドキドキしてお部屋紹介が頭に入ってこないそんなに全部さん、椅子の量は確かに椅子めっちゃ多いな、そう、確かに椅子の量はな、確かに確かに、3人掛け以上分とね、何人で泊まる設定なんやろ、KO さん、窓要注意、ありがとうございます。宇治子さん、高級ウォーター、そうね、これ高級で2500円、2500円ね、水といえばね、部屋の隅まで一滴はい、行ってきました、ペコポコさん、ゴールドのテーブルどうしたらいいかわからん、めっちゃまだめっちゃゴージャスで広々、そうなんだよ、まるちゃんここにおったらめっちゃ走り回るやろな、うん、危険やな、そうだね、いやー、確かに連れてきたかったけどね、しょうがないね、あ、木造さん、こんばんは、ありがとうございます、記念日素敵です、みじょかさん、ポロリヘチカンさんの声が、ギリギリを攻めますギリギリポロリかい、洗面鏡に注意、洗面鏡注意 ね、 そう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 、洗面鏡ね、大丈夫だったよね、きっとね、ヘチカンさん、聞こ、声聞こえない、あ、そっか、私が持ってたからかな、あ、そういうことか、うん、あ、そこそこそこか、素敵、ナナみたい、ナナ、ナナでこんなシーンあったっけ、ナナ昔持ってたんやけどな、漫画もう売っちゃったからな、覚えてないんか、いや覚えてないな、ゼンマシさん、ナナ懐かしいナナでこんなシーンあったっけ、え、ナナで、ノートパソコンを奥さんが片手に旦那さんが、いや違うよ、多分そうじゃない、ポロリするっていう話、そうじゃないと思う、そんな話じゃなかったよな、ナナって、うん、ナナってだってほら、アーティストでさ、うん、成り上がってく、成り上がってく、あ、そうか、ポロリする話じゃないか、ポロリじゃなくて、そうか、ララさん、素敵すぎる、住みたいよ確かに住みたい、住みたいと思った、うん、でもゴールドのテーブルは無理やね、ゴールドのテーブルはちょっと無理やねそう
部屋の中を回遊できるってすご素晴らしい。そうだね。まあ、パイスムさんこんばんは、ありがとうございます。はい、ウエスティン横浜から、ライブ中継やっております。はい、 そうかこっち見せなくてもお部屋をよいしょ、こんな感じのお部屋に、まあ、ちょっとなんか見えるやん、ホロリするやん、ホロリするやん、これ映り込ん、あかん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 、あかん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 、あ、ピオちゃんさんこんばんは、ありがとうございます。今日はね、まるちゃんの振り返りライブ、まだまるちゃんの振り返りライブまだいけてない。つむつむさん来たー、7にでき出てきた、あ、お風呂の話ね、そう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 、お風呂の話、そうそうそう、お風呂ね、そっか、7のバスタブが猫足ね、つぶあんさんのお風呂シーンまだあって需要ないでしょ。いや、需要ここにあるよ、パイツムさんが求めているはい、パイズムさんは あれやもんね、熟女好きやから、熟女好きはい、というわけで、よいしょ、こちらね、はい、はい、スライドに戻りたいと思います。ちょっと待って、パイズムさん足毛ライブとかやるからね、うん、よいしょ、ちょっと待って、これ、よいしょ、さあ、じゃあ元に戻します、はい、このスタイルね、はい、というわけでルームツアーいかがでしたでしょうか。またね、なんだこれ、あれなんだっけ、ん、あ、そうそう、 YouTube の動画にしてまた今度、流したいと思います。よろしくお願いします。というわけでルームツアーやって、終わりました。はい、続いては、はい、いきます、猛犬丸ちゃんの反省振り返りようやくやな、長かったな10分ぐらいで終わるはずだったけどで、今日スライド頑張って編集してたんですけれども、ちょっと10年間無理やったということで、前半戦5年分いきたいと思います。頑張ったね。そう、今日めっちゃ頑張ったんよ。よいしょ。でもちっちゃい頃のまるちゃん可愛いからね、ちっちゃい頃のまるちゃんもお届けしたいと思います。はい、お風呂めっちゃ素敵ですね。そんなに素敵じゃないけど、うちも、今日ワンコ連れでお泊まり、あ、ロクさんも、ロクちゃんもお泊まりしてるんや。いいね、うん、ロクちゃんめっちゃ可愛いよ、なんかドヤ顔してね、うん、あ、また今度見せるわ、ね、ロクちゃん可愛いよね。パイツミさんまだですよって、あ、ララさんも期待してるらしい、つぶあんさんの入浴シーンに必殺仕事人であったやん、うん、ユミカオルの、ね、入浴シーン、あんな感じでみんな期待抱いてるんかな、ペコポコさん大丈夫、私もですよ、あー、そうね、そうね、よいしょ、じゃあ行きたいと思います、はい、あ、チョコさんこんばんは、ありがとうございます。猛犬丸ちゃんの反省振り返りいきます。丸ちゃんの振り返り始まり始まり、糸さんさんありがとうございます。ちょっと巻いていかんとあかんな、はい、うん、ね、はい、じゃあまず、はい、君さえいればこの世はヘブンということでこれどこから何も、はい、まるちゃんがいたら、私は幸せでございます。はい、君さえいればこの世はヘブン、よいしょ、はい、まず最初これね、2013年12月30日にまるちゃんは生まれました、うん、これは生まれて何日目ぐらいやろ、多分数週間かな、うん、そうそう、うん、1月ぐらいに会いに行った気がするな、ブリーダーさんから買ったからね、そうそうそう、ブリーダーさんから買って、うん、今回12月30日に生まれた子供たちを、うんうん、そろそろ公開できますよっていうことで見に来てくださいっていうことでね、行ったのが、はい、始まりでございました。これまるちゃんのなんか面影ありますよね、これなんとなくこの辺、はい、ふにゃっとした感じで、うじこさんかわいい、かわいす、かわいいよね、かわいい、かわいい、かわいい、めっちゃかわいいコメントがものすごいかわいいコメントが来てる。柴犬の子犬はかわいいよ、だけど ね数ヶ月で終わっちゃうんだよな、これが。確かに、あっという間に大きくなって中型犬にそう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 、はい、次々どうぞ、よいしょ、ちょっと待ってくださいね、はい、あ、Google Pixel さんこんばんは、ありがとうございます。はい、今日はね、まるちゃんの振り返りライブをやっております。じゃあ次行きます。よし、これね、まるちゃん、これサイズわかります？これ。ね。手のひらこれ。で、まるちゃんここに乗ってます。かわいい、ほんとちっちゃい。
でこれあの娘のいとちゃんがね、あのガラケー時代でございます。小学生やったからね、当時ね、小学生やってね、うん、これも 手乗りワンコ。でもこの時はまだ引き取ることはできないんだよね、うん、あ、そうそうそう、確か見に行っただけで、うん、この子にしますみたいな、そう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 まだね、いろいろあの病気っていうか免疫がついてないから、うん、母犬から離せませんみたいな感じで、ね、そう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 ということでね、これが、うん、多分1月頃やったかな、うん、と思うね。あ、パイスメさん手乗り丸ちゃんケイオさんこれは可愛い、可愛いでしょ、ペコンコさん丸ベビー可愛い、丸ベビー、あ、丸ベビー、丸ベビーか、丸ベビーよ、手に乗ってる、めっちゃ可愛い、手に乗ってる。でね、これ取りに行ったのがね、大雪の日だったんですよ、ついに引き取る時ね、そう、ついに引き取る時ね、ということでこちら引き取りに行きました。いい、こんな感じで、これつぶあさんの手ですよ ね、 そうだね、めっちゃちっちゃいのこれ、うん、本当に服の中に入るぐらいのちっちゃさ、 ね、 ね、こんな感じでございます。かわいい、はい、やっぱまるちゃんのこう片鱗はあるよね、いろんなところにこんなこうふにゃってした感じ、垂れ目的な、ね、はい、ね、よいしょ。でこういうね、ケージの中で生まれました。これちょっと生まれたところなんですけどね、お母さんがいたところです、うん、はい。でこれね、 4兄弟やった 4頭生まれたって言ってたかな。そうそうそう、4頭で、なんか思い出した、結構お顔立ちがいい子がいて、うん、ブリーダーさんが、うん、もうどうしても4頭全部を外に出せんみたいな感じで1頭を品評会みたいなやつに出したいって言ってあ、そうそう、柴犬のね、そうそうそう、ほんで1頭はブリーダーさんが買うことになって、うん、残りの3頭を、うん、どなたかみたいな感じだったんだよね。そうそうそう、で、まるちゃんがうちに来ました。だからこれどっちがまるちゃんって言われれば、私は多分上に乗っかったのがまるちゃんだと思うけど、どっちがまる、まあ兄弟やね、これ、うん、兄弟どっちか、ね、こっちがまるちゃんだと思います。私もそう思います。はい、あ、ピオちゃんさんありがとうございます、かわいい、チョコちゃんちっちゃ、ペコボコさん、ティーカップマルちゃん、そもそも柴犬にしようと決めた理由は、あ、そろそろ決めた、それはね、昔から私もヘチカンさんもね、うん、昔々柴犬を飼ってたんだよね、うん、え、その話じゃないの、うん、いや、そもそも柴犬を飼おうとしたきっかけ、そうだから、もともと子供の頃に、うんうん、つぶあんさんもヘチカンさんも柴犬を飼ってて、柴犬が大好きでした、うん、ヘチカンさんは柴犬を飼っていない犬は飼ってた、犬は飼ってた、柴犬じゃなかった、犬はあれ本当ちょっと待って、今犬は飼ってたんやけど、犬は飼ってた、本当柴犬じゃなかった、うん、あれマジで、そうそうそう、あ、ちょっとあれなんかが違うな、なんかそうなんや、私は柴犬を飼ってて、うん、柴犬が大好きで、そうそうそう、付き合ってる時から言ってたんだよね。あ、それはね、結婚する前から、うん、結婚したら夢、ね、そう、柴犬飼いたいねって、うん、それは言っていた、うん、長年の夢です。そう、そう、あの時はね、本当に柴犬のなんか本とかも買ってた、昔ね。そんで、なんかなんだっけ、ワンポリンって名前を勝手にそうつけて、いつかワンポリンを買うんだとか言ってやってたよね、うん、そう、名前までつけてたんですけどね、ワンポリンだったのよ、ワンポリン、そう、ワンポリンを買おうと、はい、ということで、昔からもう付き合ってた時から将来柴犬を飼いたいっていうふうに思ってました、うん、ね、かなり遅くなってごめん、え、と遅くなってごめんなさい、あ、全然大丈夫です、うん、今始まったばっかりです、うん、4頭も生まれるんですね、そうそう、1回にね、うん、そう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 、4頭ぐらい生まれるそうです、ワンちゃんは、うん、まるちゃん美男美女の家系なんですね、うん、あ、美男美女の家系なのかな、うん、確かにお母さんお父さんも可愛かったもんな、見に行った時、いや、覚えてない、覚えてないんかい、覚えてない、あ、このひびチャンネルさんこんばんは、ありがとうございます、ございます、あ、でも確かにさ、うん、ブリーダーさんから買うと、うん、お父さんもお母さんも見れるっていうのはあるね、あ、そうね、このお父さんとこのお母さんから生まれましたみたいなね、うん、そう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 、うん、それは確かに見せてもらえた、うん、覚えてないけど顔をいや、でもなんか立派な顔してたなって、うん、思った思った、ほのひびちゃんですね、へちかさん、つばさん、こんばんは、ありがとうございます、はい、お越しいただいて、あれん、つぶあん、え、ちょっと待って、何、見えない、見え、ちょっと待って、本当に文字が見えんのが、よいしょ、よいしょ、そご、え、あー、そう、だから柴犬飼ってたっていう話ね、私は柴犬飼ってないです、大学
質問さんね、うん、適当やから記憶がいい加減っていうのがあるから、ね、あ、そう大体いい加減、よくある話です。そうなの、うちの中では。ごめんなさいね、私大体で生きてるの。あ、レンさんこんばんは、ありがとうございます。おつまんです。水戸物件の DIY から。DIY 今までやってたんや。 お疲れ様です。綺麗にあの失礼できたかな。ありがとうございます。藤子さん、つぶあんさんは、あ、違う違う、まるちゃんの名前の由来は何ですか。まるちゃんの名前の由来、これ一生懸命ね、娘のゆとちゃんと3人で、あ、そうそう、考えてた。どうするどうするって言って、ホワイトボードに書いてね。なんで決まったの。なんか丸っこいから丸みたいな話になって、でそれ の, あの漢字があるんですけど、漢字を何にするかっていうので、うん、結局あの円安160円突破。いや今日も154円 に, に、円高になった円でございます。そう、ね、円って書いて丸ちゃんです、ね、はい、あの丸っこいから丸ちゃんです。そうそうそう、つぶあんさんは、うん、まさか天然さんですか、ペコポコさんから。私ね、自分がね、天然ってね、うん、絶対思いたくないんだけど、うん、なんか言われることがあって。いや、それ天然なんや。言われることが。天然ってもうめっちゃ嫌なんやけど。はい、皆さん、これ言い出すと、さんは天然と思いたくないという天然でございます。夢を現実にですね。はい、夢を現実にですね。そう、叶いました。はい。ララさんありがとうございます。ずっと買いたくてその年にしたのはなぜですか。この年、これは糸ちゃんが、うん、あの一人で散歩ができる時を待ってたっていうか。あ、確かに。そうそう、だけどあの糸ちゃんがちっちゃい時からなんか犬が欲しいって言ったけど散歩できないでしょって言って、うん、最初ハムスター買ったやん。あ、確かに。でもハムスター2年で死んじゃうんだよ。動物買ったな、天国へ。で、そう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 、あっという間にいなくなっちゃって、うん、で次にオカメインコを買ったじゃん、うん、で、そろそろお散歩できるよねって言って、ひろちゃんが5年生の時に踏み切ったの。あ、はい、さらに、うん、私が、ついに買おうよって言ったらさ、ヘチカンさんがさ、そんなうちは共働きやのに散歩とかどうすんのって言ってさ、朝、そう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 、私は散歩問題がね、やっぱり大きかったね。私は散歩ちゃんと早起きでするよって言って、うん、じゃあ本当にできるかどうか一回散歩してこいよって言われてさ、私犬もいないのにさ、朝5時ぐらいに起きて一回散歩行ったの覚えてる。散歩の練習、まさかのさ、うちの近所でさ迷子になったんだよ、あれ。私、そう、つぶあんさん迷子になって電話かかってきたもん、家に。そう、スマホを1個持って散歩に出かけて、そう、犬の散歩の練習に行ったの。そしたらなんかすごい、でも確かに気持ちよくって、あ、早起きってこんなに気持ちがいいんだと思って散歩させててさ、うん、どん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 さ、ここはどこの道につながるんだろう、ここはどこだろうって言って行ってたらさ、うん、ここはどこになっちゃったんだよね。でもあれ平日で、うん、ヘチカンさんも私も仕事があったんだよ。だけどさ、時間はどんどん進んでって、もう7時ぐらいになってきて、うん、まずいまずいまずいってなって帰れないって急にね電話したんだよね。で、私もう仕事行かなあかんし、うん、もう遅れられへんから、うんうん、っていう時にいきなり電話かかってきて、うん、私はどこにいますかって。どこにいるかわからんっていう電話。皆さんちょっと考えてください。奥さんが朝散歩に行ってきますって出かけて30分後ぐらいにもう自分、いや30分どころか、うん、出勤せなあかんと思って、もう電車遅刻するからと思って出勤して、もうさあ出かけようって言った時に電話プロってなってきて、私どこにいるかわからんって言われたら、はぁってなるでしょ、ね、うん、そしたらヘチカンさんが電信柱に何て書いてあるか読めとか言って、なんとか町って書いてあるって言ったら、じゃあそこやったらもうすぐもうちょっとまっすぐ行ってみたいな言われてね、うん、でなんかそこで待っててって言われて車で迎えてくれたんで、ね、そう、何やったのあの下りは、ね、びっくりしたわ本当に。いや、家の近所で迷子になるとは思わない。家の近所よ本当に。家の近所で迷子ってどういうことやね本当に。思い出深いな。思い出深いじゃないよ。私すごいあれやん、方向音痴やからさ。いや、そうなんやけどさ、本当びっくりするわ。全然さっきからスライドが進まんねん。進まんあかんかん。ちょっと待ってください。コメントもすごい走ってる、ありがとうございます。つばさんは天然です。ずっとその年にしたのは何ですか。いとちゃんが散歩できる、ね、うん、年に なったからです。みーちょこさん、男の子を選んだ理由は。男の子を選んだ理由ね、なんやろな、なんかたくましく、あ、思い出した、うん、うちは子供が女の子一人なのよね、一人娘、うん、
そしたらヘチカンさんがなんかもう女の子ば女ばっかりにこの家庭で俺は虐げられてるとかわけわかんないこと言い出して、うん、男じゃーって男じゃないといかんって言ったんや。どんな理由やろ、意味がわからんね。懐かしい。でもなんか言った気がする、言った気がする。確かに。で、ね、そう、あの男友達が欲しかったんです。家庭内に。家庭内に男友達。よかったね。あ、確かに。でも今一緒に寝てるし、なんか戦友みたいな感じで毎日散歩行ってライブやってるし。そうね。うん、で、まるちゃんがちょっとさ、うん、あの思春期でさ、うん、ちょっとエロい感じになってもさ、うん、その気持ちは分かるってことね。あ、そう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 。うんね、分かる分かる。男同士ね。はい、ということで、男の子を選びました、はい、みーちょこさんありがとうございます。ポンザムさん、ペコポコさんに天然って言われます。あ、ここのコメントね、つまさん、まさか天然さんですか、うん、夢は現実。はい、あの天然さんです、はい、あの自分では認めてないけども、他人からね。天然さんって言うのはそうなんやな。あ、そういうことは違うけど。レンさん、マルちゃん、エンちゃん、エンちゃんです。ね、うん、まあ、円安、この感じね。この円安いけ、レンさん、そうそうそう、ハム、鳥、そうそうそう、犬、はい、そうでございます。ウジコさん、近所で迷子。マジでびっくりした。あ、ララさん、迷子話してた。六六さん、いろいろ思い出しますね。うん、エア犬散歩。そう。エア犬散歩やってたもんね。そうだね。そしてまさかの迷子っていう。そうなの、びっくりした。あ、シンシンさん、こんばんは。ありがとうございます。ポンザブさん。同じこと思ってました。なんだっけ、あ、ペコポコさんにシンシンさんに言われるとは。ありがとうございます。散歩の試験不合格。不合格。そうなの、不合格だった。不合格やるのになんで変えたんやろ。あ、それはね、うん、もうね、私が勝手にブリーダーさんに登録して勝手に電話して、うん、あのこういう子を探してますみたいに登録して、勝手にやったんや。 そんであの12月30日に生まれますよって、生まれましたよみたいな電話がかかってきて、うん、それからヘチカンさんに言ったんだよね、うん、だからまあ後出しか、高校突破なんだよね私の。マジか。あ、でもね、皆さんね、あのね、ヘチカンさんはね、石橋を叩いて叩いて叩いて渡らない人なんですよ。確かに。そうだからね、うん、ある程度もう、うん、えいやえいやでやっちゃわないと、はい、絶対何も成し遂げないから。はい、あのえいや大事だそうです。まさかのみーちょこさん、まさかの天然再び。はい、はい、で、まあもう天然じゃないけど、ずっと天然なんですよ。サスちゃん、つぶあんさん、方向音痴だから。そうなの。あ、これリアル友達ね、リアル友達のサスちゃん。本当に分かんない。サスちゃん、そういうエピソードあるんかな、なんかつぶあんさんの方向音痴エピソード。方向音痴。ララさん、家の近所でも迷うの分かる。分かる。分かる。嬉しい。いつもと違うとこ行くと分からなくなる方。そうそうそう。え、そういうこと。そういうことなんです。あのさ、うん、東西南北で捉えてないから、うん、この道を右に曲がるとここっていう風に感じてるから、うん、左に曲がったらもう訳が分からなくなる。え、でもなんかお日様がこっちから照ってるからこっち行けば。そういう感覚はないかな。お日様を何その原始人的な感じ。いやいや、だから、うん、お日様がこっちから照ってるから、いや何それ、こっちの方向やなみたいな。そんなんないない。マジで。ただただないない。うそ、ないないない。六六さん、つまさん、天然認定です。はい、認定いただきました。ありがとうございます。ダメ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 。家庭内に男友達欲しい。そうな。ポンザムさん3人女の子やもんね。あー、なるほど。じゃあポンザムさんにはあのオスのカブトムシをおすすめします。カブトムシ、カブトムシかっこいいからね。そうだね。そう、角生えてるし、ね、でもさ、女の子たちみんなさ、いやー、かわいいっていう中で、ほら、男同士のね、友情が。でもみんなが嫌がるかも。はい、嫌がらないよ。うん、ポンザブさんが浮かびまして、六六さん、ね、ポンザブ女に囲まれてるもんな、ね、ほんとそう。それを家庭内でも家庭外でも、でそれ言ったらあかん、それ言ったらあかんの。それはもうベールに進んだかんの。ベールに進んだかんの。サツちゃんさん、海外旅行行ってて、何回もホテルで迷子。ああ、そうそう、サツちゃんとね、行ったことあるのよ、海外旅行に、うん、で迷子なんの。何回もそんな迷子になったっけ。あ、ホテルの中でね。ホテルで迷子か。あ、うん、あ、でっかいホテルとか、なんかラスベガスとか。サトちゃんはね、うん、一緒に行ったのはね、うん、ハワイとフィジーかな。ハワイとフィジーで迷子か、うんうん、なかなかやね。なかなかやろ。なかなかや。あ、おちじずこんばんは。あっちゃんこんばんは。ありがとうございます。はい、今さあ、スライドを進めなきゃ。スライド進め、あ、ドルハーさんこんばんは。ありがとうございます。ちょ、スライド進めます。はい、はい、まるちゃんがこれ生まれた時のね、はいはいはい、写真でございます。はい、次。よし、はい、ちょっと待って、うん、よいしょ、
はい、じゃあ次行きまーす、うん、と、はい、あ、これね、これ、あ、これもらわれてきた、もらわれてきた引き取ってきた日、引き取ってきた時、段ボールの中にね、うん、あの新聞紙を裂いたやつを敷き詰められて、これちょうどね、ほんとまるちゃんが我が家に来た時の映像でございます、うん、ね、段ボールに入れられてね、来ました。うん、うん、ね、これこんな感じやったな、ね、顔ちっちゃいけども足太いな、うん、そうね、うん、これもまるちゃんですね、可愛いわ、はい、これこれがそのほら、オカメインコ、オカメインコ、ね、バニラっていう名前でね、うん、一緒に住んでたね、そうそうそう、あ、まるちゃんのね、泣けてくるわ、なんで亡くなっちゃったんもんね、ね、そう、あの、そう、まるちゃんで、ね、いろいろあの、ね、買ってきた時のね、いろいろ今日調べてたら、まるちゃんが家に届いた時にいただいたね、資料があったんで公開したいと思います。こちらね、はい、あ、これ見えるかな、ちょっと待って、よいしょ、そう、いろいろね、部屋の中探してたらこれ出てきました、よし、こうか、はい、よいしょ、こんな感じで、これはあの、まるちゃんを、うちに迎え、あ、ちょっと待って、あ、これフリーズしてんのか、よいしょ、あ、いい感じ、あ、これね、まるちゃんを家に迎えた時に、いただいた紙なんですけど、獣医さんの方でね、いろいろとあの問診してくれて、犬種柴犬、性別オス、生年月日25年12月30日、体温 39.2 度、毛色赤、高い、ね、犬ってね、人間より高いからね、体重 1.44 キロ、あー、かわいいということでね、こちら獣医さん、12キロ超えでね、こちらが、これちょっとあのなかなか見せにくいんですけれども、よいしょ、これね、これレアなんですよ、よいしょ、これわかるかな、するかな、よいしょ、これちょっといろいろ住所が書いてあるんで伏せますけども、まあ、血統書、小型天然記念物っていうことでね、実はね、柴犬の天然記念物なんですよ、そうなんだよね、でね、お名前が、秋人号っていう名前でした秋人って秋人号って天皇のお名前じゃないの、そうそうそう、こういうことでね、天然記念物の秋人くんでございます、ええ、待って、丸が秋人くんなの、そうだよ、でマジ、そう、お父さんの名前がこれ見、え、そう、丸ちゃんの名前が実はね、本名秋人号なんですよ、秋人、そう、で、こう、よいしょ、お父さんの名前が浜の錦光号、花の紅光号かっていう名前とかね、そうそうそう、いろいろこう名前がついてるんですよ、おじい、お父さん、祖父母、非祖父母、やしゃ、いいじゃないですか、こう、こういうのが出てくるからさ、ということでね、いろいろ書いてあるんですよ、なんかね、お父さんお母さんの名前と、うん、おじいちゃんおばあちゃんとその節祖先とか全部書いてあるんだよね、そう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 、一応天然記念物だからね、そんな感じでございます、そう、まるちゃんの、本名は秋人くんでございました、そう、天皇、よいしょ、はい、じゃあ次あ、ちょっと待って、コメントが流れちゃった、よいしょ、あ、ポンザブさん、カブトムシ行くよーって、うん、オスのカブトムシね、隊長こんばんは、ポンザブさん、カブトムシ取りに行こうよまるちゃん、赤ちゃん、はい、あ、キヨタさん、こんばんは、ありがとうございます、チョコさん、お目目かわいい、お目目かわいい、ね、これ、お目目 ね、 お目目でございます、もうすでに今、痛くなってきたわ、イキリンコ、レンさん、イキリンコチームイナゴでカブトムシ行きましょうイナゴでカブトムシ、おちいさん、アキヒト、まるちゃん、血統書って初めて見た、うん、そうそう、なんかああいうね、なんか格式高い感じであります、ね、ポンザブさん、あ、メッセージが撤回された、小型認定とかあるんですね、ね、小型認定って書いてありますね、面白いね、久しぶりに見た、久しぶりに見た、はい、はい、さあ続いてスライドいきたいと思います、はい、あ、これこれ、そう、あの歴史観をねちょっと出したくて、2014年3月31日の出来事っていうことで、こちらね、笑っていいともねのね、あの最終回の、そう、今回写真をいろいろと、うんうん、たぐっていったら、いろんな写真ができてきて、これ皆さんに見せたら面白いやろうと思って、これ何、テレビを撮ったの、そう、テレビを撮ったんですよ、これすごくないですか、皆さんよく見てください、これ
ハマちゃんいるでしょ。それからこれまっちゃんもな、まっちゃんも横いるでしょ。でこれあの爆笑問題の田中、うん、それからサマーズ、サマーズの三村とか、うん、あとうっちゃんなんちゃん、うん、あでしょ、これ石橋貴明、そう石橋貴明もいるし、このね面々が同じ画面の中に一挙に映るシーンで私絶対ないと思って、もう瞬間的にこう写真撮りました、ね、これ中井くんもいてるでしょ、うん、これ関根さんか、そうだ ね若っ、これ石橋貴明、これ誰やろ、これ誰、これ見えへん、ちっちゃくて見えんなね、これいやすごい面々いてるな、これ宮迫もいるんじゃん、宮迫いてるね、これいやそうそうそう、こういうすごい面々がいっぺんに見られるのはこの瞬間と思って、これ武井くんかな、あそうだ ねこれ千原ジュニアじゃないの、これそうだね、これ宮迫もいてるし、このメンツが一緒に見られるのをそう撮りたいと思って、まあただそれだけです、まるちゃん全然関係ないまるちゃんさん全然関係ない、あちょっと待って、秋人まるちゃん血統書初めて見て小型認定、卒アル形式、卒アル形式ね宇治子さん、木梨さん、そう木梨さんも映ってるしね、これ草薙くんも映ってるし、そうだ ねすごいよねこの瞬間、うわーこの時一人暮らししてた、だからこういうの見るとさ、なんかこう自分の歴史をなんかフラッシュバックするよね、そう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 、全マシさん、うっちゃなっちゃう、うっちゃなっちゃう、足また遅れてたはい、ということで、全くまるちゃんには関係ないんですけども、笑っていいところの話でした、はい、ちょっと巻きでいこう、そうよ、もう、2014年4月、やばいね、どんどんもう40分経ってる、4月29日、これが、10年前の本日でございます、10年前の今日、もうあっという間にでかくなってる、でかくなってね、4ヶ月生後4ヶ月ね、うん、でかなったな、うん、はい、これ2014年5月6日、グランベリーモールっていうところね、アウトレットモールに、うんうんうん、はい、行ってきました。これまるちゃん、実はねこれまるちゃんを抱っこしてるシーンを撮ってるように見えてるんですけども、セクシーなお姉さんを私撮ってたんですよ実は、しょうもな、マジしょうもなという、歴史に名を、セクシー歴史に名を刻め、はい、はい、ということで、よし、あ、ちょっと待って、で、あ、恥ずかしい、恥ずかしい、あ、ちょっと、よいしょ、これがねそのショッピングモールで、うん、この頃はまだね他犬と仲良くできたり、そうそうそう、あのね、まるちゃんはね1歳になるまでは他のワンちゃんと仲良くできてたんだよね、そうそう、この頃はね仲良くできてました。前10年6月、もうだいぶしっかりしてきました、これ車に乗せてね、うん、かわいい、連れて行った時であります。かわいいしか出てこない、まるちゃん若い、うちこさん、まるちゃん若いな、おちずさんこっち見てくれてる、あ、そこっち見てる本座部、後ろのギャルが気になるやっぱりチョコさん、しょうもな、なんでしょうもないわ、しょうもない、しょうもない、すくすく育つね、そう、どんどん育っていきます、しょうもない、はい、こんな感じ、ね、これあの下に敷いてあるのがなんだっけあのトイレなんやけどね、まるちゃんってか芝居のあるあるなんだけどね、あの生まれてからさ、お散歩デビューするまでに2ヶ月ぐらいあったと思うんやけど、お散歩デビューした瞬間から家の中でおしっこできなくなっちゃったんだよ。あ、そう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 。もうあの自分のテリトリーを汚したくないっていうのが芝居の特性で。潔癖やな。そうだね、うん。だからもうお外でしかおトイレしなくなっちゃったから、うん、なんならこれをベッドみたいに。汚い。汚い。いや、これあのこのメッシュのやつはあのワンちゃんのトイレ場所っていう設定で売られてる商品なんで、ちゃんとしとったんやね、でいただいたんですよ、あのワンちゃん飼っている方からこれ使ってっていうことで、うん、でも結局使うことなくこんなんなんか寝床にしてました、ね、最初はい、でこれやらかしてるな、このあの粉々になってるのがあのそのペットシーツっていうのかな、うんうんうん、あのこのトイレの下に敷くシーツなんですけれども、うん、そうそうそう、はい、まあもう意味をなさないよね、しないんだから、そう、このメッシュの下にこのシートを敷くんですけれども、まるちゃんはしなかった、いつかするかなと思ってずっと置いてたんだよ、はい、全然しなかった、今置いてないよね、だからね、はい、こちらまるちゃんのねウインクするのが可愛いから撮っときました、芝居のってなんで顔が笑ってんのやろね、あ、デフォルトこれ笑ってるよね、ここ口角が上がってる、かわいい、口角上げるの大事やな、あ、そう、人間もね、ね、印象良くなりますよ、これちょっとあれやな、
はい、柴犬に学ぶ口角を上げることは大事口角とウィンクさえしとけばね可愛いって言ってもらえるからはい、これつぶあんさんのお散歩シーンでございます。どこやろこれ、あ家の近所だ ね栗林のところやねこれ、うん、はい、これもあの写真探してたら見つけたんですけれども、つぶあんさんがひまわり好きっていう話先ほどしたんですけれども、うん、と思って、私たまたまこの日何かの用事で帝国ホテル行って、あの帝国ホテルの正面ってものすごくこの花が毎回、うんうん、すごいよね、すごい花がいけてあって、どなたがいけてるんだろう、ものすごい花がいけてあって、うん、もうね写真映えするんでそこでパシャッと1枚、これもすごいね、うん、ひまわりがね、うん、これ確か日比谷花壇がやってるんじゃなかったかな、本当、うん、素敵な場所でございます。帝国ホテルの玄関のひまわりでした。はい、はい、続いてまるちゃんの舌、うん、ベローン出してるじゃん、うん、これ、ね、眉毛がねこれわかるかな、これ M 字になってる、なんかさ日によって現れたり現れなかったりするよね。そう、まるちゃんの眉毛はね日によって現れたり現れなかったりする。この時はね M 字になって、こうマクドナルドみたいなね眉毛です、うん、はい、でこれはねこれ何してるところかっていうと、これ我が家のベランダなんですけれども、私がベランダでソロキャンをやって、酔いつぶれたところでございます。つぶあんさん多分ね、伊藤ちゃんさんがいなくて、でまるちゃんと二人っきりやなって、飲もっかって、男同士で、男同士で飲もっか、夢の男同士でね、まるちゃんと一緒にベランダで、これくっそ暑い日やったな、まあ8月だもん、ね、そうキャンプのこのクーラーボックスを引っ張り出してきて、知らんかった、キリン生絞りとストゼロで、一人乾杯やっていました。はい、まるちゃんもだいぶでかなってきたな、うん、ね、相変わらず寝てます、うん、よく寝る。このなんかあの小屋の中あれなのかな、ひんやりして気持ちいいから、あ、そうかもしれない、これ夏の映像でございます。これもやっぱりね眉毛が特徴的なんです、うん、これ眉毛この時 M やな、これ M で口角は相変わらず、うん、上がっています。でこれ手がこうキュッてなってるのもね、うん、ちょっとポイントなんですよ、うん、よいしょあこれこれもあのリーダーやん、これ探してたらね、あのなんだっけ、24時間テレビの企画でマラソン、マラソンやマラソン、家の近所走ったんだよね、そうそう家の近所走るっていう、当時の、ね、ツイッターかなんかで流れてきたんで、見に行こうかって言って見に行ったらめっちゃ頑張って走ってた、なんか若いねだってもう10年前で、ね、言うて、ね、今結構今おじいさんな感じで ね、はい、あの当時頑張って走っていました。これ丸ちゃん、うん、こっちリーダー、うん、はい、こういう写真がいろいろ出てくるんでね、懐かしいのを懐かしがってて、ちょっと作業が進まないっていう、あ、はい、すくすく育ちます、まるちゃんご挨拶してますね、あ、まるちゃん、うん、あ、ご挨拶してますね、そう、猫はトイレするけど犬はのですねって、あーゼンマシさんから、うん、そうですね、外、あ、でもどうなんで家の中でするワンちゃんもいる、あ、もちろんいるのよ、あの、うん、いる、あ、ピオちゃん同じだ、ピオちゃんトイレで寝るし、あ、ピオちゃんちも、あ、ピオちゃんちが、いや、リンちゃんね、リンちゃんも、はい、トイレで寝ると、マルちゃんもお酒飲む、マルちゃんはお酒飲まない、飲まない、飲ましたらダメ、飼い主として、失格失格はい、これがマルちゃん、これマルちゃんなんかこうなんだ芝生の中に同化してるっていうようなね、12月なんで、はい、もうね1年経ってきたね、はい、で2015年1月1日です。これあのワンちゃん用のおせち料理っていうのは初めてね、なんか1回買ったね、うん、あの大したことなかった、大したことなかったマジで大したことなかった、そう勢いで買ってみたんですけれども、はい、レンさん一杯やってるマルちゃんそう晩酌兼マルちゃん、はい、2015年1月1日でございます。これちゃんとあの顔はね映ってないから安心してください。マルちゃんたけってるね、たけってるね、やっとかっこいいな、やっと1歳これ、やっと1歳がこれで、ちょっとこれそうなんだ、はい、こんな感じ、どんどんいかんと、よいしょ、はい、このね、あのここにこのエッジの部分に手をかけて、う
なんかくれっていうポーズがね、まるちゃんのこうお箱なんですけども、はい、あーなんか柴犬祭りになってる。そう、柴犬、近所の公園なんですけど柴祭りがちょっと、まるちゃんどれだ、あ、これまるちゃんどれかわかりますか、まるちゃんどれだ、まあ、これではないね、うん、見てわかるわ、黒やからね、これは実はね、これが、ももちゃんです。でこれがね、まりちゃんです。でこれがまるちゃんです。まるちゃんね、だいたいこの 中には入らずに人間の方行って、なんかくれくれくれって言うてるんですよ。うん、これね、このコミュニティには入れないまるちゃんでございます。うちこさん、リーダーです。そうです、リーダー走って。リーダーも同世代よ。サツちゃんさん、リーダーも、ね、バックが山田電機。あ、そうそうそう。山田電機に反応する牛子さん。牛子さん、隊長まさに伏線回収。レイさん、イエーイ。一番向こう間違いない。あ、そうそうそう。これなんですよ。マルちゃんも仲良くできないから、他犬とね、はい。でもこの時まだマシやったね。そうね。うん、これ覚えておいてください、まるちゃんは他犬と仲良くできないです、うん、ね、これも、これその当日も同じ日でしょ、そう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 、これでっかい犬にね、うん、まるちゃんはこの手前、これです、はい、あ、ちょっと待って、間違えた、これ、はい、これは湘南の鎌倉の海に行った時ですね、糸ちゃんと一緒に、いい写真やん、ね、これはあれですね、我が家の当時の年賀状に使った写真です、ね、あ、そうやったね、うん、これちょうどお花見、あ、桜綺麗、うん、これ近所の桜公園です、うん、もういつも暗闇散歩ライブやってるところ、うん、この公園でございます、はい、首だけ出して寝てる写真、うん、荒ぶってる写真怖い、超荒ぶる、怖いこれ、指を噛もうとしてる写真、怖い、はい、こちら久しぶりにカメラ目線してくれた、そうだ、ね、貴重な一枚でございます。貴重やな、これ本当に。これもなかなか、ね、貴重な一枚で我が家の、なん年賀状にしています。一番こうたけってるって言うんですね。たけってるって、はい、たけってる、たけってます。犬見知り。そうそうそう、まるちゃんは自分を人間だと思って、ああそういうことか。ああそういうことね。なるほど、犬じゃないと。あ、なるほどなるほど。そっか。うん、宇治子さんなかなかいいとこつくな。はい。でこれはローカル線路の上で、電車が嫌いなの、ね、うん、嫌い。早く通過させろと。うん、でこれキャンプ行った時です。うん、道志道って言ってね、神奈川から山梨の山中湖へ抜けるところで、キャンプしました。よく行ったよね、道志道のキャンプね。そうね、ここね。この日は悲惨な出来事が起こるんですけれども。相性スイカ事件。そう、スイカ事件。スイカを持って行ってスイカ割りしようって言って、スイカを冷やしといたんだよ、そう、川で冷やしといたら流れていっちゃったっていうね、糸ちゃんギャン泣きしたっていうね、かわいい懐かしい、かわいい懐かしい話、これ道志道の滝でございます、道志道いいよね、わー綺麗で、これはその道志道の帰りに行ったひまわり畑で、めっちゃ暑かった時でしょ、めちゃめちゃ暑かったこの時、この時なんか私険悪なムードになったの覚えてるわ、暑すぎてね、なんかさ、うん、ひまわり見に行こうって言うけど、さすがにひまわり好きな私も、うん、いやこんな暑い中丸連れて行くって自殺行為やでってすごい言ったのに絶対行くって言ってね、聞かなかったよ ね、 この景色を見せたくて、いやそうだけど、これわかります、この映画ひまわりって見られた方、あ、大好きな映画でしょ、そうそうそう、でもね、私もね、ソフィア・ローレンと、いやそうなんだけど、マルチェル・マストロヤンニと、うん、でも私もイトちゃんもね、うん、こんな暑い中なんで行くの、うん、なんかブータれながら、確かに確かに、ここを見に行った記憶があります、はい、だからあんまりいい思い出じゃない、あんまりいい思い出じゃないこんなに綺麗だけどね、はい、おちさん、あらーって、あ、マルちゃんの可愛い顔ね、あ、ハラペコチャンネルさんこんばんは、やべえ出遅れた、ありがとうございます、本座部僕もたけってますねそう、本座部は年がら年中たけってる、レンさん、ハンサムマルちゃんありがとうございます、ちょっとどんどん行こう、うん、よし、マルちゃんこれね、へそ天、へそ天マルちゃん、ね、有名だよね、へそ天ってね、ワンちゃんよく言うね、あ、これ糸ちゃんがこの頃にね楽器に目覚めたっていう話でございます、うん、これ吹奏楽に目覚めてユーフォニアムっていう楽器をやり始めた話です、うんうんうん、よいしょ、
これまたすやすや眠ってる写真、これもお気に入りの一枚なんですよ、うん、このね穏やかな表情。思い出した、このケージってさ、うん、糸ちゃんさ小学校の時の中に入ったりして遊んでたよね。遊んでた、自ら意外と入れてたよね。意外と入れてた、なんなら自分の小屋にしようとしてた、うん、子供って狭いとこ好きなんよ。あっ、だからさ、うん、あれショッピングセンターのさ、うん、あのトイレのね、うん、中にさ赤ちゃんをさ座らせるコーナーに、うんうん、あーあれね、男子トイレにもあるのかしら、はい、ある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 やんか、うん、あれに、うん、なんと小学生の糸ちゃんが一人で入った時に、うん、なんかね入ってた、入ってみようと思ったらしくて、うん、中からお母さん出られない、何をしてたん、なんなんって言ったら、なんかそのそっからハマって出れなくなった。もうね大変やったやん、もうレスキュー呼ぼうかと思ったやん、もうバカなのか。はい、じゃあスライドです。これはね軽井沢に行った時の話です。軽井沢の知り合いがね、なんかあの別荘兼レストランをやってて、お呼ばれしていった時です。これでっかい伊勢海老を焼いてくれたんですけど、そう、まるちゃんくれ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 言ってたんですけど、でもなんか落ちたね、あのエビの殻とかね食べてた。そう、それをちょっとお伝えしたくて。そう、これトウモロコシね、これでっかいアワビと伊勢海老は、あの伊勢の漁師さんのところからわざわざ取り寄せてくれたっていうね、素晴らしい方ですね。元気し、また行きたいね、また行きたいね。ララさん、古い映画、ララさん分かってるよ、ひまわりの話 ね、うん、あれ泣けてくるな、あれ今いまだに、ね、悪いけどね、うん、ヘチカンさんがね、いい映画なんやわ、もう絶対見やなかんって言うから、うん、ハードルがめちゃめちゃ上がってしまって、うん、見た時に、うん、ふーんってなっちゃったんだ、マジか。もうあれ曲が流れるだけでね、泣いちゃう、まるちゃんよりでかい伊勢海老。確かにこれでかかった。糸ちゃんも天然説が出た。糸ちゃんね、うん、まあ子供ってあんなもんじゃないの。あ、そうか、ハマるからね。はい、これは星野テラス。あ、軽井沢だっけこれ。軽井沢にある星野リゾートのね、星野テラスに行った時のまるちゃんです。うん、でその後軽井沢のアウトレットにも行く。うん、ここは本当に広いよね。ね、ここはあのワンちゃん、うん、やっぱりアウトレットモールって、うんうんうん、本当にあのワンちゃん連れて行きやすいからね。うんうんうん、なかなかあのワンちゃん施設も充実してるし、うんうんうん、水飲み場とかね、うん、あのおすすめです。お店の中は入れないけどね。そう、カートみたいなのがあったらいいんやけどね。マルは無理やな、でかすぎて。はい、柿狩り、これ近所のね柿農園があるんで、うん、そう、近所ね、あの柿で有名なところがあって、そこにねマルちゃんとして、ね、マルちゃん柿食べないね。マルちゃん柿食べない、あげたけどもやめた、うん、あ、ほんと、あげたことある、うん、渋いんかな。でもまるちゃんセミ食べるやん。セミ食べる。まるは生きたセミを食べる。めっちゃ素早く取るよね。そう、これまるちゃんのね、あのモーニングルーティン、モーニングルーティンじゃないか、あの夕食。うん、そうね。夕食。モーニングじゃない。夜は豆腐、朝はヨーグルト。はい、を食べております。これまるちゃんね。決めてんだよね。よいしょ。まるちゃんのお食事風景でした。これはあの卵ご飯が美味しいなっていう。ん、なんでこんな見るの。ああ、 青い卵を もらって、卵ご飯にしたら美味しかったよっていう話、なんかあったな、うん、たまたま出てきたから、写真から、はい、ご紹介したアローカナっていうね、種類の鶏の卵ご飯です。美味しかったのでちょっとご紹介したいと思って、うん、これあのなんだっけ、神社猫とね、あのタイマン張ってる時の写真です。そうそう、ローカル線で、電車がめちゃくちゃ嫌いで怯えているまるちゃんと、地域猫と戦っているまるちゃんでございます。はい、これ初日の出、2016年元旦初日の出のまるちゃんです。ちょっとおじさん、これちょっとね、あのユニバーの写真なんですけれども、うん、よいしょ、これなぜユニバーの写真かっていうと、次の写真、これね、これ上手に噛まれてるっていう、これ嫌がっとったな。これめっちゃ嫌がっとった。ヘチカンさんが無理やりいつもつけてやっとったな。ほら、もうマルちゃん気狂いそうになってるでしょ。かわいそう。かわいそう。この顔ひどくない？もうあかんって。怒ってるよこれ。あれ、これどこ行った？糸ちゃんの部屋にあるわ。これまだちょっと。あるでしょこれ。そう、これマルちゃんにあの遊びすぎやって。私がかぶせて遊んでたら、もうね、マルちゃんに激怒でした。いい記憶。あかんあかん。はい、これはマルちゃんと、うん、
これももちゃんかな、ももちゃんかな、2人で遠くを眺めてる写真です。これな、でこのまるちゃんにね、あの私これどこやったっけな、どっかであの犬のぬいぐるみがあったら、そうあのパペットがあったから買ってきて、仲良く遊ぶんだよって言って買ってきて、まるちゃんがどうしたんって、寄ってきてくれたんですけれども、次の瞬間ガブーって噛んでI love you って書いてあるんやけどもI love you どこじゃなくて、まるちゃんガブーって噛んでしまって、もうねその後そう瞬殺されたっていうね。この後もっとひどい画像があったんですけど、さすがに載せるのをやめておきましたかわいそう。はい、私も有名な映画だからと思ってみたけど、ふーんだった。ララさんふーんやったんや。うじこさん豆腐、そうお豆腐食べます。神社猫にたける顔よ目がマジでヘチカンさん今度サメかぶってそうだね、かぶってきなよ。そうか、かぶってくか。そうだよ。じゃあ次あのサメかぶって、第2回のマルちゃんフェスやりたいと思います。激おこマルちゃん、そうマルちゃんにパワハラ、疑惑。あ、そうか、パワハラやわ。瞬殺、そう瞬殺しました。あれさあこれ、ね、あのソファーの下に物が行くとこういう感じで探します。桜のね綺麗な写真、はい、鎌倉の海を、これもいいね、猛ダッシュする。波が嫌いで猛ダッシュ、ちゃんとあのリードつないでるからね。そうそうそう、長いやつね。波が嫌いで猛ダッシュするまるちゃん、はい、嫌いなのかな。そう、やっぱ怖いんじゃない。水嫌いやもんね、うん、怖いんやろね。柴犬は水が嫌いなんだよね。でまるちゃんはねこのタオルが好きな、うんうん、タオルが好きでこう、うん、めでてます。めでてる、めでてる、うん、食べてる、食べてる。もうビリビリやん、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 もうビリビリやん。これもう怖い、ビヨーンなってるし。よし、これねあのよくはみ出るんですよ、このケージからケージから耳とモフモフが、モフモフがはみ出ます。これもモフモフはみ出まくっとるやん。これなんか焼き豚になって、焼き豚、ね、焼き豚みたいになってるまるちゃんです。お座りの仕方が変なんですこれ。ね、あ足がねこうなんかガニ股になってるんですよ。なんかちょっとずれてるよ、ね、ちょっとずれてるこの子。うん、お座りが変。かわいい。さあ閲覧注意です。ちょっとねこれはあのいやマジでね、まるちゃんがかわいそうになった時の写真なんですけど、これね犬にきびダニっていう、なんかねダニに食われて、ダニに食べられてっていうか、そう、そう 虫に食べられてこんなになっちゃったんですよ。そうそうそう、こういう事件もありました。病院連れてったね。でもすぐ治ったね。すぐ治った。これはあの写真探してたら出てきて、あのつぶあんさんと一緒にね初めてベビーメタルのコンサート東京ドームに見に行った時の写真です。はい、まるちゃんは相変わらずへそ天で寝てます。牙がねちょっとここわかるかな、これ牙がチロンと出てるのが、ね、かわいいんですよ。ね、あ、新刊さんこんばんは。まるちゃんかわいすぎる、ありがとうございます。六六さんすごいいい写真ありがとうございます。レイさんビリビリ面白いめでる、何つきかじりつく、こんばんは。あ、キジムさんこんばんは、ありがとうございます。そう、今まるちゃんの ね、写真を振り返っております。これまるちゃんがね動物病院行った時の写真動物のお医者さん行った時にね、必ず口輪をかぶってさせられるね。あのね、もうめっちゃ嫌いなんよね。でなんか噛んじゃうんだよね、お医者さん。お医者さんとかね、助手の人とかをガブって噛んじゃうんで、いつもこの口輪をかぶってやられて、うん、舌がチロッてる。でもなんかお医者さんもさ、例えば1週間後とかに行っても、うん、もう忘れてるから、忘れるからね、そうそうそう、また大人しくその口輪をはめられるっていうね。そう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 。でなんかお医者さんもなんかね、忘れちゃうんだよねとか言って、うん、はめられるよね。かぶってはめられるっていうね。毎回のこの口は ね、あ、これベビーメタル見てる時の、好きやな、あんた好きやな。そうそうそう、一緒にまるちゃんと男同士ね語り合うっていう。これあの柴犬はあの秋の落ち葉に似合うっていう写真です、うん、ね、これまるちゃんがどこにいるのかな、やっぱ日本犬やからね、ここにいます。日本の風景に合うのよ。はい、というわけでこれなんだよくわからない、何の写真かよくわからない、ね、これ恋愛もあのなんだっけこれ、あの人のあの漫画の、東村明子さんのやつじゃない？
恋愛もレースも出だしが肝心らしいよ。なんでこの写真を、なんでこの写真を俺はここで出したの、意味がわからん。はい、らしいです。やっとった？え、いや、今朝。やっとった？寄ってない、今朝9時。朝やっとった？寄ってない。散歩行った後やから。恋愛もレースも出だしが肝心らしいな。はい、桜公園です。あ、それで、ね、ここからがね、ちょっとごめんなさい、ここまでが、今回の振り返りでございます。2017年までのね、はい、振り返りでございます。はい、でこの後ちょっとふまるちゃんが YouTube デビューした時の話少しだけさせてください。もうあとね5分ぐらいで終わります。これ冒険まるちゃんデビューの実は画像なんですけども、これわかります？んこれ。あ、最初これやったんよ。最初ね。右下の。私が YouTube ライブをやり始めて。1週間後ぐらいやったかな、まるちゃんを猛犬まるちゃんというタイトルでやってる割には犬出てこないから犬出したいなと思って初めてやったのがこれです。ゲーム配信でやってたんです。そう、ゲーム配信、ゼルダの伝説のゲーム配信をやってたんですよ。そう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 、これで、ちっちゃいやろ、めっちゃ。でここ、これ次これ、あ、ちょっと大きくなった。ちゃんとチャット欄でねこれ来てくれてて、でちょっと大きくなった。まあ、ほぼ変わらんけども、でいろいろもうね、この後まるちゃんをメインに出せっていうことで、まるちゃんがこっちになって、ゲームがこれになるっていうのが現在の姿です。はい、で、これね、初めてのお散歩ライブ2023年6月28日私の誕生日です。おめでとう。これね、いや違うの、6月28日誕生日にどうしても外の配信をやりたかったの。あ、これ今までは部屋の中のゲーム配信でしょ、どうしても外でやりたかった。でも外でやるには50人以上登録者数がいないとできないっていうのがあって、私が考えたのが、ノートパソコンを持ってノートパソコンにカメラをつないで配信すればできるじゃないかとWi-Fi でって言って最初にやったのがこの記念すべき猛犬まるちゃんのお散歩日記ナンバーワンって言ってね、近所の人も変やな、多分ね、おかしいおっさん現れたと思ったと思う。だってこの姿で歩いてるよね、恥ずかしい、芝居に連れて。いや、これはでもね、伝説になったと思っています。自分の中でね、自分の中で。はい、でこれ2023年シズポンと初コラボっていうことでね、これいろいろとお散歩ライブ配信どうやったら面白くなるかなっていうので、 YouTube ってコラボ配信っていうのができるの、違う YouTuber の人と一緒の画面でこう配信するっていうのができて、で、しずぽんはもう私の大先輩で、ライブ配信やってたから、こうま、そう、まるちゃんライブ配信見ながらいろいろダメ出しをしてくれっていう話でね、しずぽんが現れた時でした、この時ね。ちょっと待って、あ、流れてっちゃった。よいしょ、コメントがよいしょ、草むらに、あ、ビリビリ面白い、ね、めでてる、ダニね、感じです。こんばんは、あ、こんばんは、キジメさん、ありがとうございます。草むらダニっていうか、草むらダニじゃないんだよな、あれ。なんか生まれてなんかね、何ヶ月も人間の肌にもさ、肌ダニがいるっていうやん、ああいう感じで、そう、犬の中にもなんか生まれつきダニがいるらしくて、なんかなんだっけ、1歳ぐらいまでに発症する子がほとんどなんだけど、この子珍しいねみたいに言われてるね。あ、そう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 、っていうことでね、なんか薬で治ったもん、薬で治りました。もしかしてヘチカンさん、今日もベビーメタルパン、今日は、いやいや、今日ね、私がやめさせたよ。いやいや、ウエスティンに行くのにこれあかんやろって言って、いや、何の気もなく普通に出かけようと思ったらね、ダメっていうことでね、はい、ポンザムちっちゃ、そう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 、かすかに。そうそうそう、あの頃はね、本当に、ね、ワイプちっちゃ、そう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 、あれが最初でした。よいしょ、懐かしい、アララさん懐かしがってくれてる。パイツムスタイル、さあ、そう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 、よいしょ、パイツムスタイルで、そう、はい、やりました。で、モザイクはお願いします。あ、そっかそっかそっか、はい、反射ですか、右手を鍛えてます。私のアホなライブが悪影響を与えたのかなと少し心配してました。いや、これめっちゃ嬉しかったよ、ほんと。しずぽんありがとうございました、その説は。ありがとうございます。
ということでね、スライドの方はすいません間に合わなかったのでここまででございます。いやいやでも結構時間かかった ね、 いや本当ごめんなさい、もう11時待ってる、ごめんなさい、ね、はい、じゃあマルちゃんクイズ作ったやけど無理やな、これはそうね、ちょっと、うん、ちょっと次回やな、そうやね、これちょっとじゃ あの次回までに皆さんあの宿題です。マル、ちゃんの生まれた時の本名は何でしょう、さっき言ったね、買っていたオカメインコの名前、さっき言ったかな、言ったね、言ったね、はい、言ったかな、言ってないか、軽く言っただけかも、はい、軽く言ったかもです。マル、ちゃんの生年月日や、ね、マルちゃんの好きな食べ物は、これは言ってないか、まあ、お豆腐食べた話はしたけど、うん、うん、っていうか何、いや、そのくだりを言うの忘れてた。あかんわ。成立せ、クイズが成立せ。いや、これでもあ、そう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 。まるちゃんが YouTube をデビューしたのはいつ、お散歩ライブを初めてやった日は、まるちゃんの食事ルーティーンということで、クイズ作ったんやけど、ごめんなさい、今日。とてもやる時間じゃないもん。たどり着きませんでした。こんな時間までありがとうございます。はい、ということで、遅い時間までありがとうございました。9時45分から始めて、うん、あ、そうそう、10時45分までやろうと思ったら30分もオーバーしちゃった、ね、申し訳なかったです、すいません。ということで初めての、まるちゃん振り返りライブを、やってみました。いかがでしたでしょうか。いかがもクソもないか。初めての試みでした。スライド難しいね意外と、うん、あ、いろいろ右手を蹴る、レイさん右手を鍛えてます。みちこさんありがとうございました。六六さんパチ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 。ポンザフさん、あ、本名はまるちゃんじゃありません。あきひとさん、そう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 、そう、はい、楽しかったです、ありがとうございます。じゃあすいません、そんなことで、今日は終わりにしたいと思います。ちょっと最後はね、こんな感じで、ちょっとすいません、うちらのなりそめを言おうという話してたんですけど、ちょっととてもじゃないけど、でも遅いな、はい、今日は言うことで、これじゃあ第2回にしようか、うん、第2回まるちゃん振り返りライブ&つばさんのなりそめライブをやりたいと思います。すいません、今日もうちょっとね時間あるかなと思ったけど意外となかったね、うん、ちょっとスライドがやっぱ時間かかったね、うん、ごめんなさい、ちょっと慣れてなくって、ありがとうございます。あ、ナンパ話、ごめんなさい。ナンパ話やろ。次回ちょっとお楽しみに。絶対みんな聞きたがってたと思うよ。次回お楽しみしてください。あ、チョコさんありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。あ、ほのひみちゃんありがとうございます。最高に楽しかった。ありがとうございます。いろんなまるちゃんが見れました。ありがとうございます。本田さん。あ、ナンパ話ね、ナンパ、あ、次回お楽しみにしておいてください。第2回期待、忘れてた、この後はご夫婦で結婚記念を満喫して、ありがとうございます。引っ張りますね、引っ張ります。次回楽しみにします。引っ張るほどの話じゃない、どんどんこれね、ハードル上がってくれ、確かにもう大したことじゃないのに、ごめんなさい、ただ時間の管理ができてないだけなのに、第2回楽しみにしてます、ありがとうございます。じゃあまたこの夏もう一回ぐらいやりますか。そう ね、はい、じゃあ、ね、第2回皆さん楽しみにしておいてください。ありがとうございます。ということで、明日から仕事の人もいる、そうだね、すみません、明日は、ね、ちょっと私お休みいただいてますので、はい、ゆっくりしたいと思います、はい、レイトチェックアウトもできるからね、うんうんうん、はい、ゆっくりしたいと思います。つぶあさのダメ出し。第2回来てます、ありがとうございます。はい、というわけで皆さん良い週末、お過ごしください、はい、もう終わりか、ね、明日からまた頑張りましょう。ありがとうございます、はい、遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。では終わりにしたいと思います。よいしょ。